はい、回転です。ボールアウト4、続きをやっていきます。はい、前回は輝きの海で、バージルとね、お話をして、で、インスティテュートのね、秘密を、握るというか、必要なね、チップがコーサーのね、頭の中にありそうなんで、まずコーサーを探すために、この CIT というところまで来ました。ちょっとね、前回はマイクをね、オンにし忘れたっていうことで、後半ね、実況なしだったんですけども、編集の時になって気づくというね、すごい、まあ編集になってがっかり感がすごかったんですけど、今回はマイクをね、オンになってることで確認したんで、多分オンになってると思います。はい。まあ、このデリバラー、ちょっとね、ガンナットの、パークを取ったことによって、結構ね、銃が、改造ができるようになってます。はい、ここまで来ると、多分、周波数、ラジオで、コーサー、これを探すっていうことなんだよね。多分この奥なんじゃねえかなと。結構初見の時にこれ見つけんの大変だったような気がするんだよな。10.7 下がってんな。こっちかこっちか、こっち下がってんな。だこっちだろ。上がってる、どんどん上がってる。 15% こっちであることは間違いない。さらにはこっちだ。こっちか。もう強くなってる。29 34 39 45、順調に増えてきたり言ってますね。お、ちょっとキーが高くなってきてる。61 66 順調に。うえ、リコンスコープつけたのか。まああんまりショットガンにリコンスコープつけてもしょうがないような気がするけど。72 75 77。ん、ちょっとここで70。ん、こっちでしょ、こっちで。77 81。よし、この中だな。コーサーを倒す。これね、分かった。もうなんかこのね、コントローラーがもうすでにね、右スティックがおかしいのかな、不調。ちょっとね、勝手に動く。はい、だいぶあのコントローラーがね、かなり、なんつうんでしょうね、なんとかドリフト現象か、ドリフト現象が出てしまって、まあ一回、PS5 本体に、ね、電源切って、リセットして、コントローラーのリセットボタンまで、ね、リセットして、付け直したんですけどね、ちょっと直ってなくて、ない感じではあるんですけど、再現はしちゃってるんですけど、ちょっとまあ今のところ、まあちょっとプレイしてれば落ち着くのかな。なんかちょっとね、条件がわかんないんですけど、機械的なものなのかね、ソフトウェア的なものなのかちょっとわかんないんですけど、まあ多分機械的なコントローラーの接触のなんかおかしいんでしょうね、接触関係のところが。まあちょっとね、どうやらプレイはできそうなんで、なんとかしてやっていこうかと思います。で、近くにね、寝床もあって、一
応あの、どっか預けとこうか。寝床もあって、中に人がいて、一応敵対してこなかったんで、ちょっと倒すのあれかなと思って、そのまましてたら、ちょっと近くにね、モールラットがなんか檻に捕らえられてて、で、それをね、なんか解放したらいきなり襲いかかってきて、その流れ物がね。敵対しちゃったんで、やっつけて、そいつが使ってたと思われる、その、寝袋がね、あったんで、それを使って、セーブできましたと。まあ、こういった、ここですね。うん。なぜかね、敵対してきたんですここにモールラット捕らえられていて、それを解放したら襲いかかってきました。で、ちょっとここ、ね、盗むになっちゃってるけど、ちょっとなんか、一旦重いやつここに入れてこうかな。それともあれかな。まあ、どうしようかな。まあ、一旦ここに多分も戻ってくると思うんで、セーブしに。なので、いいか。やっぱりここでちょっと荷物をね、ほら、ドリフトがね、ちょっとたまに出るんですよね。ちょっとね、もう寿命なのか。2年ぐらいかな。もう寿命が来ちゃったんでしょうか。さあ、前回ね、マイクがオンに、ほら、ドリフト、ドリフト、ドリフト、ドリフターズで、ドリフターズ。くっそー、これなんとかなんないかな。もうコントローラーやっぱね、値上げしたじゃないですか。だから買えってことかな。値上げしたコントローラー買えようと。まあ、コントローラー買えたらさすがにね、治ると思うんですけど、高いからね。なんかサードパーティーのコントローラーとかでもいいかなと思うんですけどね。アダプティブフィードバックとか、あんまりそこまで、さあ、なくてもいいかなと思ってるんですけど。オーサーがここにいると、ちょっと狭い。まあ、ステルスしてんのライトつけるっていうのもあれだけど、まあどうせすぐ見つかる、もう多分ね、入った時点でも見つかってると思うんですよね。人造人間でも結構あれか、フォールアウトの人造人間のあのレーダーというか探知能力はちょっとあんまりよろしくなさそうなイメージがあるな。なんか姿が見えなければね、その赤外線センサーとかなんか動くものを探知する動作センサー一応あるみたいなんですけど、そんなにね完璧じゃなさそうなんですよね、ステルスして しちゃえば見失うみたいなね、感じの雰囲気ですけど。ここから上に行く。ちょっと消していきたいと思う。コーサーは2階にいる。うい。発見次第殺害せよ。複数いる場合に備えて。ロビーに増援を送れ。ロビーに増援を送れ。え、これはあれなの、今の声はディーコンなのかな。2階ってここだよね。でもね、あ、いた、なんか動いてる。おい、ちょっと待って、近くにいる。
かんな、あいつらの味方から。うわ、ちょっといきなり激しくて、なになになに、いや違う、これ戦ってるな、大地さんちょっと戦ってる。激しすぎ、あ、エレベーターじゃなくて、ちょっと待って、どっから撃ってきてんだ。あ、いやいやいや、そこか。下はどうなっているんだ？何体と交戦している？誰が喋ってんの？教えてくれんの？出んじゃん、どっから出んじゃんなんて。ここから下を降りれる。撃つぞ。さっき2回言ってたけど上に行ったの、ちょっと怪しげなんだこれな、このお相場おびき寄せられてるような気がするね、これね。やった3回潜んでたか。誰だ？俺だ。手足へダメージ、ダメ、与えるダメージが 2% 増加しました。はい。いいね、いいね。探索化するとこういうね、いいことがありますが。まだなら吹き抜けの階段と廊下にバリケードを築け。吹き抜けの階段と廊下にバリケードを築け。まだなら。重くなっちまったか。何があったの？誰と誰が。
タレットあるな。タレットオンにした方がいいのかな。アモング正解ゼロ。アモング。ちょっと待って。これじゃ分かんねえな。ボイス。入った。トシとか。ちょっとセーブしたいけど、わ。ちょっと漁っていかないと。タレット動かしてれば、これ攻撃してくれるのかな、これ。おい、行くな。ちょ、まだなんだよ。
まだそこまで行くつもりはなかったんだよ。おい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 、ここまで来ちゃったな。クソ、ちょっと第二拠点まで戻るぞ。これ多分落としの音なんだよね、多分ね。だから姿も見えねえし、こっちにね弾が飛んでくるわけでもなく、ここから上に上がれんのね、ここから上に上がるのが正規ルートだな多分。でもこっちも行ける、戻るだけか。よし、ちょっとサイト2に戻ってちょっとね荷物を預けてきます。うっ、被害なし。ちょっと気づかなかった。やっぱああいうのね食らっちゃうと死んじまうぜ。ないかな、投げ武器。弾飛んだぜ。これも怖いね、罠があったし、罠があることをちょっと想定して。よし、欲しかったものって逃げたぞ。さあ、そのもったいぶったの真ん中にね入り口がありますが、さあ、うわ、強いのがいたな。一旦全部ね物資を回収して近くの駐車場にね、物が預けられて、まあ、寝袋もあるんでそこでちょっと一回、荷物を全部置いてセーブしてから戻ってきました。ちょっとね最近バグなのかね、クラッシュでね、落ちちゃったり、あと死ぬのもね怖いし、ちょっとねそろそろね交差も近いんじゃないかなっていうところまで来たっぽいので、ちょっと一旦ねセーブをしたかったので、よし、多分もう出るだろうな。ちょっとねどのぐらいのタイミングが出たっていうのはちょっとね、当初のプレイの内容詳しく覚えてるわけじゃないんでちょっとねわかんないんですけど、そろそろっていう雰囲気。エレベーターがどうのこうのって言ってたからね。絶対いる、これコーサーいる、これ。コードを破れない。え、コード破れないんだっけ。いるな、コーサーな、これな。この中でレベルアップすることは多分できない。お、開けられる。
ペナルティ。正解ゼロ。ペナルティ。E が同じだから違う。ペナルティ。ゼロ。ディスカス。なんかいろいろ物資がある。じゃあちょっとここ、あ、いるこ。ここを物資置き場所、置き場にするか。新たな物資置き場ね。もう全部回収していったん。セーブできるところに置いてきたので、じゃあここをね、ここに置き場にしましょう。ディテクテッドになってんの。怖え。パスワードは知らない。本当なんだ。襲われてるかな。やめてくれ、殺す必要はないだろう。ここじゃねえよね、ゲスな今の声の。に、ヘルルクロスタイヤス。さあ行こう。こっち側か。素晴らしい。じゃんかんな、あいつに見られてる。詰められてたのはガンナーのちょっと強いやつで、コーサーに詰められてたのか。怖いな。緊迫感が高まってくる。話せるか。何の人造人間だ。人造人間が目的でないとすれば私か。何が狙いだ。すっとぼけてみようか。それでこの人造人間は一体何者なんだ。脱走者。ランナウェイ協会の所有物。うん。私は彼女を停止して取り戻す。一方でお前は他と同じように死ぬ。そんな簡単に死ぬと思ってんのか。お。一人ガンナ、ガンナちょっと一人やっちまった。すまんな。こんな狭いところで。コウさんチップ手に入れたぞ。やった。いやーちょっとステルスになるの怖いね。いやーちょっとすまん。撃つな。分かったよ。二人も死んじまったな。助けてなんかいいことあんのか俺に。ちょっと待ってろ。ちょっと待ってるよ。え、マスターだから助けられないかもしれない。マスターは僕
ークは解除できないんだ、ごめん。あるよ、なんかパスワードゲットしたとかないかな。助けらんなさそうだよねえ。パスワード知らない？いや、開けらんねえよ。あ、パスワードゲットしてた、うん、よかったね。エレベーターの電源はいるよ。セキュリティと、お前ら俺になんか危害加えようとしたら怒るよ。あ、ありがとう。なんて言ったらいいか。はいはい、お前は人造人間。私のインスティチュート認識番号は K198。 めちゃめちゃ可愛い。ジェニーの方が好み。人造人間。え、まだ知らなかったらだけど、私は人造人間。ジェニー逃げろ。お前は交差を放ったのは知っていた。あの、ただね、こんなに早く発見されるとは思わなかった。自我があるんだったら私も逃れたと思った。逃げなさい。けれどその後この傭兵たちに捕まったの。やっぱりね、 AI に自我ができちゃうと、改めて助けてくれた。やっぱ人権みたいなね、ことが。補給品を探してから行くわ。あと聞かれる前に言うけど、これ以上助けはいらない。連邦は容赦ないわ。自分でどうにかしないと死ぬことになる。今度はもっといい状況で会えるかもね。そうなれば。マシーンもね、常にメンテナンスしていかないと生きられないんでね。そこの脱出用のエレベーターがスチーマートランクみたいなのないんだっけ。なんか武器庫、なんか物資を探してから行くとか言ってたよね、なんかね。あ、そこにある。なんかちょっと待って、ぬかランチャーみたいなのがある。まあまあだね。まあまあなものが置いてあって、ここかな、武器庫って。あれ、もう開いてんのか。あ、外出ちゃう。外じゃなかったんだ、屋上か。ここから飛び降りて降りることもできる。一番下に降りるエレベーターが動くんだ、できる感じかな。後ろに荷物持って、とりあえずね、コースは倒したんで、次どこ行けって言われてんだ、これ。分析する。あ、レールロードに、本部に戻れって言ってんのか。なるほどね。ただちょっと一回、拠点にね、戻って、物資の整理とかをね、やってから、ちょっとレールロード本部にね、戻りたいと思います。まだちょっとなんかね、もしかしたらなんかがまだありそうな雰囲気を醸し出したんで、ちょっと脱出する。ここか。あ、もういなくなっちゃったね、あの人ね、人造人間。俺はどうね、ただ1階に戻るだけじゃないのか、これ。1階にどころ戻るだけでしょ、これ。さあ、ちょっとこれね、あー、はいはい。まあ、ただここに戻ってきただけだよね。はい、ここは回収して、はい、じゃあちょっとね、全部ね、物資、駐車場に預けてるのを回収して、で、拠点に一回戻ってから、ちょっとね、レールロード本部にね、向かいたいと思います。はい。